こんにちは。今日は100均の購入品紹介になります。セリアさんとキャンドゥさんは本当に少ないんですけど、まずはじゃあのセリアさんから。まずね、こちらです。こちらの何ですかね、テーブルランチョンマット、こちらのランチョンマットブルーミングローズ、これね、行くたんびにあの柄がねすごい好きなので行くたんびに迷ってたんですけど、買ったところで何に使おうって思ってずっとね買ってなかったんですけど、まあ、紙物やるときにこうやって下に敷いても可愛いなと思って今回やっと買ってきました。はい、この結構ね大きめなんですよ。わかりますかね、ランチョンマット。はい、こんな感じです。セリアさんでこちらです。こちらのデコレーションシール、キラキラオーロラ白押し、このね文字のが可愛かったので、最近ね文字のシールが好きなので買ってきました。これはねシールコーナーではなくて、なんだろう、こうやって推しのグッズを入れるようなところにありました。なのでこんな感じのペット素材のこんな感じのシールですね。なんか文字も可愛いし、ここに手帳に貼ったらかわいそうだったので、シュシュシュキメロディー、シュキメロディーって何ですかね無理、こんな感じです。なんかもっともっと文字が増えてくれたらいいのになって思う。最近韓国文字シールとかもあったけど、韓国語は全くわかんないので私は買ってないんですけど、セリアさんではこちらの2点になります。続いてはキャンドゥさんで、キャンドゥでは1点だけなんですけど、こちらです。こちらのディザペスケールトレーシング素材、3柄の各5枚ずつです。とかこちらです。これめっちゃこのクマさんがすごい可愛くて、しかも透ける素材すっごい可愛くないですか、クマさん。こんな感じです。私的にはもう全部クマさんでいいぐらいなんだけど、柄が他のがクマさんとこちらですね。あ、これもでも可愛い、ユメカワですね。ちょっと見にくいけど、ユニコーンとこのお月さん、ちょっと見にくいですね。こんな感じだと分かりやすいかな。こちらのユニコーンですね、ユメカワって感じですね。こちらと、そしてこちらです。これは何だろう、なんかサーカスっぽい感じですね。このアシカとかゾウさん、あとキリン、なんか弓革ですごい私好きなタイプです。しかも柄がいろんなところから使えるような感じのデザインなので、やっぱりこのクマさんがすごい可愛いですね。これは使いやすそうですね、どこからでも使えるっていう感じの。はい、こちらになります。これはおくまさんだけでもいっぱい使いたいな、3点買ってきました。はい、キャンドゥさんの購入品はこちらだけなんですけど、続いてダイソーさんですね。ダイソーさんでもあの紙物というよりは結構いろいろなものを買ってきました。まずちょっと嬉しかったのがこちらです。最新あの前回の動画でちょっとお話ししたんですけど、最近この液体のりが私結構気に入ってて、で液体のりのシワなしのシールをこの間東急ハンズで買ったっていう動画を前回出したんですけど、それがね今回ダイソーさんでこのシワになりにくい液体のりが売ってたんですよ。シワになりにくい液体のり、そしてなんか大きさがこんな感じで2種類あったので2種類買ってきました。これは嬉しいですね。コードがこちらと、これがね長い方ですね。で
これが短い方か。同じですかね。あ、ちょっと違いますね。なんかこれ細塗りってあるんですね。細塗り、これはこんな感じなんです。ちょっとねまだ使ってみてないので何とも言えないんですけど、前回の動画のその東急ハンズで買ったっていうシワになりにくい液体のりなんですけど、あれ時間経ったら頬に手帳が結構シワシワになってて、ちょっとねあれ残念だったんですけど、頬に手帳は薄いじゃないですか、そのページが。だからかなと思ったんですけど、そう。でもあれは本当にファイルとかには私めちゃめちゃ使いやすいので全然使うんですけど、今回がこれがねダイソーさんの、しかもパッケージもなんだろう、私好きです、こういう白いので、こんな感じですね塗り口が。どうだろう、これよかったらいいな、身近で買えるなら嬉しいですね。そしてこちらがツインタイプ、これが細い、ここが細いのですね、細いのと、ここが、これが何なんだ、あ、もう出てきた今、あ、やだ、出てきちゃった。これがなんかこんな感じです。え、でも塗りやすそうですね。ちょっと今髪が、これがこんな感じになってて、どういう感じなの、あ、でもすごい塗りやすいです。あ、これいいかも。あの枠とかもはみ出なくていいし、わかります、こんな感じで。ここのここのね端のところがもっと硬いのかと思ったら、結構シリコンみたいな、なんていうんですかね、ゴムになってて、めちゃめちゃ塗りやすいです。こんな感じです。でね、こうやってシューって端の方、これがいいですね。これ2パターンあるってことですね。でこちらの、こちらが細いタイプの、あーいい、あれ出てこない、あれあれ、これはもしかして、あ、こっちはねキャップがついてました。シューッ、おー、これ細かいところにめっちゃいいかも。これなんですけど、こうやってスーっていくないですか。おお、これはちょっと嬉しいな。ちょっとこれ折っときますね、最後どのぐらいシワになってるかとか。ただね、あのほぼ西手帳も5日ぐらい経ってから覗いたら結構シワだったんですよ。なのでこれもね何とも言えないですけど、まあ、100均で買えるノリということで、これは、あ、これも出してあるんですね。反対から。やっぱね、液体のりは塗りやすいですよ。こんな感じ、シュ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 って。おお、いい感じ。あれ？出て、ちょっと待って、出てなかったです。いい感じとか言って出てなかったです。あれ？出てきて。出てきました出てなかった。これはね結構力がいるかも。なんだろう、硬い、なんで、なんだろう、液体のりの液体がちょっと固めな気がします。こんな感じでもね塗りにくくはないですよ。ちょっとね固めの液体のりかなって、こんな感じですね。これも折っときますね。ちょっと最後だけ見てみましょうか。はい。私このパッケージもすごいシンプルで良くて、これよかったら、東急ハンズとか行かないでこれにしようかなっていうか、これはね、すごいやりやすいですよ。こっちとこっちの細いの。これはね、めちゃめちゃいいかも。はい、続いてが今度はねテープのりです。テープのりもなんか気がつくとないのでまた買ってきました。
超強力っていうのを買ってきました。なんかテープのりもいろいろあって迷ったけど、やっぱ強力で100均のでいいかなっていう感じです。しかもねこれ結構塗りやすいんですよ。結構あの可愛いキャラのテープのりとか買ってくるんですけど、すぐ私ダメにしちゃうのはなんでかなって。これねこんな感じ塗りやすいです。すぐねなんか変になっちゃって、もう私直せない、もういいやって感じで捨てちゃうので、それだったらもう100均のでいいかなっていう感じです。なのでテープのりとこんな感じですね。超強力なんですね。はい、でめちゃめちゃ可愛いのがあったんです。こちらです。キキララちゃんのこんな可愛いシールがありました。ペタペタシール、可愛くないですか。ちょっとねぷっくりしてるやつです。キャンコードがこちらです。今回行ってきたダイソーさんはすごいちっちゃい店舗なんですけど、だからあのお目当てのものとかはねなかったんですけど、それでもこれ可愛くないですか。ちょっとねぷっくりしてる感じの、めちゃめちゃ可愛い。このぷっくりシールはここのねキキララちゃんしかなかったんですよね。他のキャラは見当たらなかったけど、私はキキララちゃん好きなので。可愛い、これは何かに使いたいな。可愛い、なんかすごい可愛いんですよこのキキララちゃんが。はい、コメントでも言ってたんですけど、今の人ってキキララちゃんって言わないんですかね。本当だ、リトルツインスターズって書いてある。そうなんですね、このキキララちゃんっていうのが昭和なんですかねみたいな、なんかそんなようなコメントが来たんですよ。もうここにリトルツインスターズって書いてありますね。へーなんかキキララちゃんって言っても通じないらしいですよ、あの海外では。海外でそのキキララちゃんっていうのは、うん、通用しないっていうのは見たことあるんですよリトルツインスターズ、ツイン、なんだっけ、リトルツインスターズなんですね。はいそしてこちらはねちょっとお目当てのものの一つなんですけど、デザインペーパーファンシーレトロ、こちらのデザペを買ってきました。で4柄の各8枚ずつです。これです。かわいい、結構ねしっかりしまの厚手というよりは何て言うんですかね、結構でもしっかりしてる感じのデザペですね。こちらとこれが何て言うの、ちょっとハワイアンチックですね。そしてこちらです。これめちゃめちゃ好きな絵だわ私、化粧品のこんな感じ。最後こちらです。あ、これも可愛いですね。めちゃ可愛い。何がテーマなんですかねこれ。パーティーこんな感じの4柄になってます。これはね欲しいなと思ってて、これだけあってよかったです。はい、そして紙物ではないんですけど、こちらのハンガーちょっと便利そうだったので、ハンガー収、あ、バック収納ハンガー、これどうですかね。ちょっとねここが厚い気もするんですけど、これがね回るんですって。360回転するので重ならず収納できるっていうやつですね。ここがね360度回るので、こっちにやったりこっちにしたりって感じですかね。もうカバンの置き場所がなくてこれいいなと思って、はい、買ってみました。これはね200円商品です。はい、そしてダイソーといえばお菓子ですねこちらです。雪の宿の、私雪の宿が大好きで、そのやつの見てください、レアチーズケーキがあったんですよ。初めて見たと思って。私雪の宿ね本当好きです。はい、こちらとこれはね何度もリピ買いしているお菓子です。この揚げせんが大好きで、これはね200円商品です。
はい、これでダイソーさん行くとお菓子見ちゃいます。そしてさっきのね、まあこの短時間だと何とも言えないんですけど、まあシワもないですよね。これも、どうだろう、どうですかね、なんかちょっとボコボコしてるような気もします。これさっきのこれですね、長い方、結構大量に液を塗ったんですけど、ちょっとねボコボコしてるような気もします。ただこれはボコボコしてるような感じはないですね。で、何しろこれはもう塗りやすい、この両方とも用途によって使えるなっていう感じです。リピ買いするならこれかなっていう感じですね。はいはい、こんな感じです。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。